皆さん、こんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。えー、本日はですね、WeWork に見るプラットフォーム戦略とその本質というテーマでお話しさせていただきたいと思います。まあ、WeWork、非常に今、評価高いですよね、時価総額が4.6兆円ですか。 えまあ例えば三井不動産とか三菱地所の時価総額が大体2.8兆円ですから、それをはるかに凌駕するぐらいに時価総額高くなってるんですけれども、その WeWork ーーのプラットフォームとしてのですねビジネスモデルをまあ分析していきたいなというふうに思っております。プラットフォームって何かっていうと、場ですよね、その場を提供することによって、新しいエコシステムを作っていくっていうまあ経営戦略の一つ、これがプラットフォームですね、プラットフォームの実例としては、例えばグーグルとかフェイスブックとかアマゾンみたいなプレイヤー、彼はプラットフォーマーですよね。 今、皆さんが見ている YouTube、これもまあ典型的なプラットフォームですということで、まあ、視聴者がいて、投稿者がいて、まあ、そこにまあ広告出したい企業がいて、さまあ、様々なプレイヤーにメリットを提供しているというのが、プラットフォームの一つの例ですよね。 で、まあ、プラットフォーム、リアルな世界で言うと、ショッピングモールみたいなもんですよね。ショッピングモールってのは、テナント企業が多ければ多いほど、まあ、そこに消費者が集まってくれて、消費者にとっても買い物のチャンスが増える、選択のチャンスが増えるということで、まあ、一方で、あの、ユーザーが増えてくれば、まあ、テナント企業も売り上げ増大になっていくということで、双方にメリットがあるのが、これ、プラットフォームビジネスの実例ですね。なので、世界は今、プラットフォームまで動いてるっていうのは、まあ、世界の時価総額ランキングみたいなところを見ても明らかで、世界のトップ10の時価総額の会社は、まあ、10社のうち、まあ、7社までが、えー、プラット プラットフォームビジネスをやっているというところからもです、ね、そのプラットフォームビジネスの成長可能性がわかると思うんですが、まあ、不動産の業界でいうとプラットフォームというのは、まあ、今まで例えば SUMO だとかホームズみたいなポータルですね物件と人をつなげるという形のプラットフォームこれツーサイドプラットフォームというんですけど、まあ、そのプレイヤーがまあいたんですがまた新しくですね Airbnb だとか b w o r k みたいなプレイヤーも出てきた、まあ、彼らも典型的なプラットフォームビジネスやってますね、えー、まあプラットフォームビジネスっていくつかの類型があって、えー、まあツーサイドプラットフォーム なのかマルチサイドプラットフォームなのかって話になるわけですけど、まあ、Airbnb は、ねですね、典型的な2サイドプラットフォームですね、クローズだ、閉じた中で、まああの、一方と一方をマッチングさせるっていうサービスやってるわけですね、つまり宿泊先を探せる人たちに、相手で、まあ、活用してないお部屋を、まあ、貸したい人たちをマッチングさせるっていうビジネスですね、まあ、これは SUMO だとか HOMES のようなポータルと全く発想は同じですが、まあ、新しい一つのプラットフォームの形なわけですね。 一方で WeWork みたいなビジネスモデルというのはマルチサイドプラットフォームということでですね、新しい場を提供するだけではなくて、あの新しい場によってですね、さまざまなプレイヤーにメリットを提供するという、まあ、サービスの拡張可能性がある、これがマルチサイドプラットフォームというふうに言われています。 で、実際じゃあ、プラットフォーマーとしてのメリットは一体何かっていうと、ネットワーク効果ですよね。え、ユーザーが増えれば増えるほど、もう一方のユーザーが増えていく。それによって、まあ、片方のユーザーのメリットがもう片方のユーザーに繋がる、のメリットにつながるっていうことが、まあ、ネットワーク効果ですね。例えばさっきのショッピングモールの例で言うと、えー、テナントが増えれば増えるほど、まあ,あ、そこに消費者が集まってきて、消費者が増えれば増えるほど、テナントにとっては売上増税のチャンスがあってみたいな。まあ、これがネットワーク効果ですね。まあ、規模の経済が働きやすいビジネスモデルになっています。 ウィーワークですね、えー、じゃあ、コワーキングスペース、ただのコワーキングスペース,ス,ペースじゃないのっていうふうに、まあ、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ウィーワークと、まあ、今までのコワーキングスペースの違いは、このプラットフォーム戦略にあるという風に、まあ、思っています。プラットフォームとしてサービスを提供しているからこそ、今までのコワーキングスペース以上の市場評価になって、自家総額になっているわけですよね。 ま今までのプレイヤーと何が違うかっていうことを整理してみると、まあ、今までのビル事業者っていうのは建物を建てて空間をテナント企業に貸していましたこれが今までの不動産事業者の形ですよね、まあ、いわゆるシングルサイドビジネスっていう話ですでコワーキングスペース何やったかっていうと空間に内装だとか施設運営もセットで提供するということで、まあ、メリットを提供していったこれがコワーキングスペースですねじゃあ WeWork ーーはさらに何を提供してるかっていうと WeOS、まあ、だとか WeMemberShip ということでですねそこに コミュニティプラットフォームっていうのを提供しているというところが、えー、今までのコワーキングスペースと大きく違うところだっていうふうに言われていますなので、まあ、そのメンバーシップとかを使うことによってですね世界中の We ネットワーク k をまあ活用することによってビジネス拡大のチャンスだったり求人のチャンスだったりアウトソースのチャンスみたいなものもまで提供していきますよっていうのが WeWork、えーまあ、ーーが注目されてる売りにしてる一つですよね、まあ、実例としてこんなことも言われていますけれどもオランダのある夫婦がアメリカでチューリップ売りたいとただツ、まあ、てもノウハウも何もないって話で We、まあ、メンバーシップ使ってですねどうしたらいいっていう まあ相談したところ、まあ、じゃあ俺たちが配送のアプリ作ってあげる、他界のアプリ作ってあげるみたいな形でメンバーシップの中の一人が申し出て、まあ、それによってですねこのオランダ人の夫婦は3ヶ月間でアメリカに移住できてビジネスが始められたっていう、まあ、そんな事例のイノベーションの事例がまあ報告されてるわけですけど、まあ、ここがまさにですね WeWork の売りになってるわけです。えー、先ほど説明したネットワークの効果はここで生きてるわけですよね。g i n z a スみたいなベンチャー企業は絶対保証審査とかで落とされるようなところにベンチャー企業でも入れると WeWork 使えばですね。 ios 使ってですね自分たちのビジネスに直接メリットが生まれる場も提供してくれるとそうすると満足度が上がるわけですねそうすると入居希望テナント企業増えるわけですから、まあ、そうなってくるとそこにサービスを提供している WeWork と提携しているベンダーですね福利厚生サービスだとか様々なベンダーが WeWork と提携してベンチャー企業とかにサービス提供しているわけですけどそのベンダーもどん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 増えるとでベンダーが増えれば増えるほどまたそこの テナント企業の満足度も上がるっていうことでぐる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 生のスパイラルが回るってことが期待されるわけですねで、注目すべきなのは、WeWork ーーのビジネスの展開の方向性ですよねこれまでってのはまあ、上から下つまり土地を買って資金調達してビル建ててそれをひ まあ、貸したり売ったりする。まあ、これが不動産業界のビジネスの方向性だったんですけど、WeWork は全く逆なんですね。自分たち資産を持つことなく、まあ、そこを、まあ、天体、まあ、貸して、あの、付加価値つけて、コミュニティプラットフォームとして提供することによって、ノウハウが溜まって、そのノウハウを、えー、まあ、プロデュースバイ We みたいな形でですね、企業に販売したり、まあ、そのノウハウを使って、自分たちで魅力的なオフィスとかを実際自分たちで買うようになったり、企画するようになってるっていう、事業の方向性が全く逆の方向性で進んでるってことですね。で、ここで、まあ、注目しなきゃいけないのは、ザースというとこ この観点ですよねサービスとして、えー、ビジネスを展開していくっていうことですね。不動産業界はこれまで物を売ってきた。建物を売ってきたっていうところなんですけど、他の業界で見られるように、まあえー、ソフトウェアアザーサービスみたいなサースと、まあ、同じような考え方で、これからはサービスを売る時代になっていくっていうのが、まあ、不動産事業者が考えていかなきゃいけないことなんですよね。例えば WeWork では、まあ、スペースアザーサービスっていうことで、スペースをサービスとして提供していくっていうことで、まあ、コミュニティスペースとか作ってるわけですよね。まあ、そこにコミットメントしている、まあ、メンバーシップの人たちに、まあ、それを好き、その人たちの の自体もサービスとして提供していく。まあ、これを付加価値として提供するっていうことも。まあ、彼らは視野に入れているわけですね。 こういった、あの、サービスから考えていって、ユーザーのフリクション、摩擦をいかに減らしていくかってことを考えていくのが、今後、日本の不動産業界にとっても求められている資質だと思います。まあ、これまで B2B のプラットフォームってのは、まあ、成功しないというふうに言われたんですけど、例えば、アリババとか見ればですね、中国版のアマゾンと言われるアリババとか見ればですね、B2B のサービスで成功してるわけですよ。それはなんで成功したかっていうと、まあ、入金、まあ、エスクロ講ー座ーーで取引するっていうことによって、信頼が置けない売りかけ管理だとかを安心してできるようになったっていうユーザーのフリクションを解消して、サービスとしての、まあ 取引の場を提供したわけですよね。 まあ、ウィーワークだとか、エアー b n ビーだとか、ウーバーとか、みんなそうなんですけど、みんな資産持ってないんですよ、元々なので、不動産業者みたいに、まあ、土地を仕込んで、建物を建てて、みたいな、時価総額上げてって発想ではなくて、まあ、自分たちは持ってない資産で、ユーザー、クライアントの資産をうまく活用して、全体の時価総額を上げてるっていのが、まあ、彼らのビジネスの特徴になってるわけですね。なので、まあ、日本の不動産業者が、これからは発想転換しなきゃいけないっていうのは、まさにここで、自分たちが1億円の売り上げ上げる会社を作ろうっていう、まあ、そういう発想ではなくて、お客さんが1人100万円 のあの価値を提供してくれるような、そういうサービスを考えていって、それが1000人集まれば10億円の時価総額になるじゃないかっていう発想の変換なんですよね。なので、まあまさにサービスとして不動産事業者を今後捉えていくっていう一つのいい事例だという風に思っております、えー、本日の動画は以上とさせていただきます、えー、今後も引き続きこうした動画は提供させていただこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。